皆様こんにちは。 はい、それでは生成 AI パススポート試験のガイダンとということで始めたいいと思いますでこの生成 AI ですけども、まあ、かなりですね画像生成だとか動画で音楽とかいろんなものが AI でですねこうアウトプットできる、まあ、そんな時代になりましたとで皆さんも結構お使いじゃないかなというふうには思いますでそれがまさにこの資格試験になったということでこの試験の内容だとかそもそもこの AI どこをカバーしてるのかとかであとはそのこの取った暁にはですねこちゃんと社会であの意味あるという というかでちゃんと使える資格になるのかといったところですねちょっとお話ししていきたいと思いますはいでは今回ですねこの動画でまあお伝えしたいこととしては4つですとで、まずそもそもこの生成 ai パスポートっていうのがどんな資格なのかという話を最初にさせてもらってで2個目としてそれがまあちゃんと取って意味があるところにあの行き着きますかというところですねでそこをですねお伝えしていきますと。 で3つ目に試験概要ですねで、実際の試験はどういうふうに行われるのかというお話と、で最後、4つ目ですねで、合格への学習方法ということで、まあ、受からなければ意味がないので、その学習をどうやってやっていけばいいのかというお話もしていきたいと思います。 で私ですけども普段は IT コンサルタントとしてですねで活動はさせていただいておりますで。システム導入だとかっていうところの、まあ、経験値をですねで使ってですねでいろんなところは、まあ、企業研修だとかも担当させてもらっていてでこういった資格のですねで合格支援というところの講座もですね担当させていただいているというところですと。 でこのですね生成 AI パスポート試験っていうのがまあ、そもそもまずはどういう資格なのかというお話ですねまずはここからいきたいと思うんですけどもこの AI ですねの分野っていうところをまずはこう基礎知識から学んでいってでその AI を活用してでこう実際にこう生成何かを生成するというのが生成 AI なので,でその生成 AI とはっていうところをで含めてですねまずはベースをこう学習していくっていうところですねになりますで結構ですねそんな難しいところではなくてでまずはこの数学的な知識とかも ででまずこの自治体どういうものなのかっていう概要をですね理解していくというところが出題されてプラスその活用のところですねで生成 AI を活用していくでそれにあたって、まあ、いろんなです、ね、社会的な問題だとかもあるんで,でセキュリティ問題とか個人情報保護もそうですし、まあ、ディープフェイクとかっていうような問題もあるのでそういったところに向き合っていくでそこの知識ですねを学習していくような資格になっておりますと。 でそもそもじゃあ生成 AI って何,何なんでしょうかというところで AI を使ってです、ね、こう何かを生み出す生成するっていうのが生成 AI なんですよね。 まさにこうアウトプットを作るということで画像を実際に作り出したりとか動画を作り出して生み出したりするで音楽とかえまあ言葉ですよねで会話ができるようになったりとかまあそういうふうにですねなんか AI から何かこうあの人間が与えられたデータがそのまま出てくるんじゃなくて AI の中で考えた結果が出てくるっていうのがまさにこの生成 AI と言われる分野なんですよね。 でそれってどうやってやってんのと。でどういうふうな中身になってんのと。AI の中身どうなってんのよっていうところをですね、まあ、学んでいくような分野になっておりますと。であとは生成 AI の活用ってことでプロンプトエンジニアリングですね。 でこれはチャット GPT とかを、まあ、やったことある人で入力値としてなんか、まあ、こういう文章はじめにの部分と結論をで気象点結の気と結の部分を人間が作ってあの間の部分を AI に作ってもらおうみたいな、まあ、こういうのは AI 得意なんで出力してくるという形です入力値の部分がプロンプトなんですねそこの最適化がでこの出力結果の最適化につながるんで、まあ、こういうのってプロンプトエンジニアリングのやっぱ知識って必要になってくるんで、まあ、こういうのについてもやって なので、まあ、結構ですねこう、チャット g p t の活用度も上がったりとか、まあ、そういうのも期待できるということになってきます。 この試験というのがじゃあどういうものかというのをちょっと3つに分けてですねご説明しているとでまず実施団体、まあ、生成 AI 活用普及協会ということになっていてで、まあ、最近こう立ち上がってきたような、まあ、そういった団体になりますで試験自体もまだ第1回しかあの開催されてない2010あ2023年12月時点で,です、ね、まだ1回しか開催されてないので、まあ、これからあの盛り上がってくるような、まあ、そういう団体かなというふうに思います 興味あれば、まあ、あの誰でも受けられる試験ですしさらにはオンラインでインターネットにです、ね、接続できる環境からですねで試験を受けることができるので,で会場に行って受けなきゃいけないとかっていう,こう場所としての制約も特にないので、まあ、スマホで,です、ね、受けることもできるという形です。 でまあ、日付は指定されますけどもその日の中でまあ時間帯は選べるその日の中の好きなタイミングで受けることができるということで、まあ、柔軟性は高い、まあ、そんな試験だったというところですね。今ななぜこのの生成 AI なのかと、まあ 単独の AI っていうだけじゃなくて生成 AI っていう部分に注目している理由なんですけども生成 AI っていう言葉がですねキーワード的にですね世の中に出てきたんですよねでプラスその生成 AI っていうのがやっぱ分かりやすいんですよねそれを活用しようっていう動きも例えば会社の中とか企業の中でもすごく多いんですと。 このアンケートを取ってみても、やっぱり1位、トップに来てるのが、業務効率、生産性を高めるっていう、これ、まさに仕事ですよね、会社の中で使う分野ということで、生成 AI を活用して、業務効率を上げようっていう動きがすごい高いんですよ、会社の中でも専門の部署を作ったりして、そこの研究をしたりとかっていうふうにやってる会社、結構多いんですよね、なのでこういう知識って、会社の中で結構ニーズがあるんですよね。 なんでこう皆さんが例えば就職してですね勤める会社の中でもやっぱこう生成 AI を活用してっていうような動きっていうのはかなり活発にあると思いますとなんでそういったところにこう先行的に知識をつけていくっていうところになるんでまさにこう時代が求める会社が求めるで知識分野っていうことになるのかなというところになります。 ということで、まあ、じゃあ実際どういうふうな分野が網羅されているんですかっていうのをもうちょっと深掘りしてみると、まあ、AI とはまあそもそも何なのっていうところ、もう機械学習の中身ってもうちょっとどうなってんのとかですね、ディープラーニングが発展したことによって、AI の精度が上が上ったんですよねでチャット GPT もそうですし、すごくこう、まあ、あの人間を超えるような。 回答ととかかを出したりとかゲームでも人間にあの将棋囲碁の世界でもですね人間をこう人間が勝てなくなっ AI に勝てない、まあ、そういうのが実現されたとやっぱりディープラーニングなんですよねディープラーニングって何なのっていうところをしっかりやっていきますこういった基本的な内容をしっかりと網羅しつつですねで生成 AI っていうのはまあじゃあそこにつながっていって生成 AI でどんな種類がありますとでまああ LLM のモデルの中でもですねやっぱ,ぱ GPT ですね GPT モデルが結構急激 的にですね、こうあのまあ成り上がってきましたけどもその GPT モデルにつながっていくいろんなこう、まあ、過去のというか、まあ、今でもあるようなモデルもあるんですけどでどういう時代の流れで GPT モデルにつながってきたのかとか、まあ、そういうこともやっていくんですよねなのでこういった機械学習の中身のモデルについてもまあ見ていきますしプラスそれをこう活用していくにあたっての社会問題的な内容もこう踏み込みますと。なので活用の 内容プラスで課題ですよね社会としての課題とでもちろんセキュリティとかプライバシー問題とかですね著作権問題とかいろいろ絡んでくる部分があるのでこういったところに関しても見ていくとで技術内容から活用までをこう網羅的にです、ね、でやっていく、まあ、そういうような資格試験になっているという形です。でこういった試験をですね実際じゃあ取って意味がありますかねっていうところですねそこを見ていくとで、まあ 基本から学べて活用まで学べますよっていうさっきの話ですねがあるんですけどもそこをやっぱり一つ言えるのはあの体系的に学習できる資格試験ってあんまないんですよ。 でしかも生成 AI パスポート試験っ結構入門的な資格試験で割とですと、ね、優しめなんです優しめの試験でこう AI という機械学習という専門分野をそんなに深掘りしすぎず数学的にとか統計学必要ですとかそういうの一切ないんです数学的な知識いらないでも本当に基本の部分から学べてしかも活用の部分まで学べるっていう資格ってなかなか他にはないですといろんな分野を横断的にです、ね、体系化された そういう資格試験になっておりますんでま結構ですねあの独学で何かこう機械学習のところをやっていこうとすると結構切り取り切り取りになるんで結構あのかいつまんだ知識になっちゃうんですねそこをしっかり横断的に体系的な知識としてまとめられているのがこの資格試験なんですごくあの学習としてはやって意味があると思いますんでまず学習そのもので意味がありますと。プラスそれをこうどう活用、まあ 取った後にどう活用できるのかっていうので業務活用ももちろんありますしで企業の中ではその人材不足ってことで,ですごくこうあの人をですねやっぱ育てようとその時にデジタル人材とか AI について詳しい人って少ないんですよね世の中にはすごい少ないんですよなのでそこに向けたあの知識を蓄えておきましょうっていうことなんですよね。でプララスもっっとと将来性とか社会インフラっていう話を 書かしてもらってますけども、もうその仕事だけじゃなくて、もう日常生活にかなり落とし込まれるんですよね。なんでもう、あの水道ガス電気 AI みたいなそういう同じような位置づけレベル感で AI っていうものが生活に密着してくるという、まあ、今後そういう時代になりますのでそういう中の,でもうあの専門知識っていうところのベースをまず作っていこうというすごく将来性のあるです、ねえー、分野になっておりますんで是非、まあ、ですねちょっと積極的に学んだ方がいいのかなというふうには思います。 でこの IT 人材不足のこう流れをです、ねでまあ、説明するようなこう資料もあるのでちょっと見ていただいてです、ね、でもう相当数不足する59万人不足すると日本という国としてのもう大問題なんですよねなので会社として育てなきゃいけないしそういう人材をやっぱ採用したいという声はすごく強いだそこに向けてもうあの事前、先行的にです、ね、もう学習してきてますという人はです,、ね、もうすごいやっぱ評価高いですよね。 まあ、そういった形になるんで評価の高い人材になってい,いくチャンスというか求めてるやっぱりニーズのある分野をあの学習していくっていうのはすごくやっぱりあの大事なんですよね。でさらに時流っていうことですねもう時代がどう進んでるんですかもちょっと見ていきましょうとそうすると今まさにですねこの第4次産業革命に向かってるっていうふうに言われていてあの AI を活用したイノベーションって書かせてますけどもう一気に時代変わるというふうに言われてます。 1> でまあ、第1第2第3次というふうにあって、第3次が情報革命で、まあ、パソコンとかスマートフォンですね、の普及で、インターネットの普及っていうのがあった、SNS を使うっていう時代があった、まあ、今もそうなんですけど、そこからさらにもっと高度な、AI にアドバイスしてもらう時代、いろ,いろなんな病気も AI に診断してもらう時代。 AI が車を運転する時代自動運転ですよね。っていう、まあ、そういう社会にです、ね、入っていくという形でも AI ありきで人間の生活が成り立っていくっていう時代に入っていくんで、まあ、そういう自流の中でも踏まえた上でもう絶対必須の知識になっていくっていう、まあ、そういう流れをですねちょっと汲み取っておいていただくといいのかなというところです。 ということで、この AI 関連ですね、なおもう本当にもう絶対もう必要となる分野であることはもう間違いないですし、それを体系的に学べるっていうこのパスポート試験っていうのが、すごくちょうどいいと思いますので、えー、勉強を始めてみていただきたいなというふうには思います。で、このまあ先ほども言ったその社会的課題にも対応しているような試験になるので、結構やっぱり AI でもうディープフェイクとかの問題とか、やっぱりあの画像をです、ね、不正にこう作り上げてです、ね、そこでお金儲けしようみたいな人も、やっぱり出てくるんですよね。でそういう社 問題に、まあ、こういうのがあるんだなっていうところを、まあ、やっぱりちゃんと興味を持つきっかけにもなりますので,なので、まあ、いろんなガイドラインとかも出てるんであ,あこういうのがあるんだなっていうところですね、まあ、それをまあ抑えていくっていうのも一つありかなというふうには思いますでプラスでちょっとお話しするとやっぱこ生成 AI パスポート試験がでいろんな他の資格試験とかほ他の知識分野にですつ、ね、ながっていくんですよねなのでこう、まあ、発展的にステップアップしていけるっていうところはもう大きいかなと。 で生成 AI パスポートの内容を踏まえて IT パスポートで IT パスポートは IT 分野を全般網羅してる資格試験ですしすごく人気高いんですよねその IT パスポートの方も生成 AI の分野出題しますよっていうのを明文化されましたした情報処理の世界のところにも全般的につながっていきますとプラス生成 AI パスポートからもっと深い機械学習の知識を身につけたいと言えば G 検定が 一つ勧まあ数字計算まではしないですけど数学的なちょっと要素だとかも踏まえて、えー、機械学習をもうちょっと深くやっていくのが次期検定になりますんでそういうところにもあの、まあ、やりやすくなると思いますと。 でプラスその知的財産検定とかまあいろんなこう行政書士とか法律的な分野ですよねのところをその社会問題のところに結構興味ありますみたいな人はですねやっぱそういった分野を極めていってもいいですしでデータサイエンスみたいなあのこうデータ活用ですねの分野ショッピングサイトでなんでこのおすすめ商品の,この提案っていうのがこんなに精度高いんだろうかみたいな確かにこれ自分好きなものだなとちゃんと提案してくんなみたいなそういうデータ活用で自動的にこう レコメンンデデーーションするよううな仕組みとかもややっっぱデータをどてて分析してんだろうかとかっていうところですよね、まあ、いろんな統計的な知識とかも必要になってくるその中身についてこうもうちょっと極めていきたいみたいな場合はデータサイエンスっていう分野になっていきますんでこういうところに結構つながるんですよね。なのでそこの土台作りっていう意味で生成 AI パスポートを使っていくっていうのはありかなというふうには思います。 じゃあ次ですねで3つ目、試験概要をちょっと見ていきたいと思います。でこれはですねやっぱり試験概要、中身はまあ生成 AI の技術と社会活用ということになるんですけども、その内容をです、ね、ちょっと見ていきたいと思います。でこちらですね、でまあ、基本オンラインであの開催された IBT、まあ、インターネットベースのテストと、インターネットにつながる環境から、で自身のですね、まあ、家,家とか自宅でもいいんで、そこから受けれるという形。 で60分60問なんで1問あたりちょっとまあ時間短い1分で解いていくような形なのでまあスラスラ解いていく必要はあるかなとは思いますただちゃんとやっていけば結構それでも時間余るぐらいですね時間余って見直ししてあこれこっちかなみたいな風にやる時間は出るはずですちゃんとやればちゃんとやればちょっと時間余るぐらいにはなるはずですんでそんなめちゃくちゃ厳しいっていうものではないと思います 出題、まあ、範囲もシラバスであのちゃんと、まあ、この後ちょっとお見せしますけども出題範囲も,もうこれですっていうのが決まってますしそこから出てきますというところとあと合格率はやっぱ70%前後ぐらいなのでまだ第1回しかあの開催されてないので、まあ、まだ何とも言えないんですけども一応第1回の,あの結果は70%ぐらいだったので今後もそれぐらいでいくと思いますと。 で室内分野はまあこちらですねで AI とはみたいなところ、まあ、シンギュラリティとかの話もちゃんと出ますし実際の機械学習のモデルはどんなのありますかももちろん出ますとで現在の生成 AI はどういうものかディープフェイクがでどういう問題になっているのかとかでそのまあ社会問題にこうちなんだその社会問題的な原則だとかガイドラインとかで知的財産セキュリティー、まあ、こういうことも出ますと。 でプラス、まあ、プロンプトの実例みたいなところも出てくるんでこういうふうにやるとこういうふうにうまくいきますうまい生成ができますけど生成 AI で不得意なこととかもあるんですと。でなので、まあ、例えばそのもうもう最近こうあの有名な話題のこう飲食店ちょっと飲み会やるんでちょっといいの提案してよみたいなやってもで結構その機械学習でやってる学習データがちょっと古かったりするとでもう閉店してるお店とかは提案してきたりするんで、まあ、やっぱり不得意なこととか なので、まあ、こういったものを見ていけるっていうところ、まあ、そういうのを理解できるっていう、まあ、こういった試験分野になっておりますと。 であとはまあ失礼ですねちょっと見ていきましょうか。まあ、こんな問題が出てくるんで、例えば機械学習で、入力データに対して正解データ、これ正解ラベルっていうんですけどで、教師データっていうんですねで、猫ですと、猫の画像を与えて、これ猫ですというふうに与える。それを与えないって言ってる。与えないパターンは何ですか教師データを与えないやつって何ですか教師なし学習です。で、答えが2ですという感じなので、まあ、あ,あ、それ教師データって言うんだなとかっていうのを知ってれば解ける。そういうい まあ割と優しい問題が出題されたりもしますんでそういったところをちゃんとやっていればですねあのできるという、まあ、優しい問題が出ますのでそんなに何て言うかねあの難しいっていうタイプの試験ではないですんで、まあ、ご安心いただければなというふうに思います。じゃあです、ね、じゃあその学習をしてていくっ,てあたって ああにあたってて、ね、学習方法としてですねで、まあ、基本用語を理解してでまずまず用語だと思いますで。用語を知っている状態にしてそれをちゃんと理解すると。でやっぱり丸暗記は結構あの危険ですので丸暗記じゃなくてちゃんと理解してあのその次に活用できるように応用できるようにちゃんと理解して学習していくっていうのが結果的に試験も、まあ、どんなパターンで問われても結構ちゃんと解ける。 よううになりますすすのででちゃんとと理解を促すっていうのは大事ですとでプラスモチベーションっていうのをしっかりと上げてやっていきたいのでしっかり合格後をですねじゃあどうやって、ね、この資格取ったんであればどう生かすのかっていうその後の人生をですねちゃんとやっぱり見つめてほしいなとなんでこう人生を考えるきっかけにもしてほしいなというふうに思いますそれがモチベーションにつながりますんで是非、まあ、ですねモチベーション高くで理解の学習でやっていただければなというふうに思います。 でまあ、レックではですね、でこういったまあ合格講座ですね、まあ、講師が、あのベテラン講師がですね、でまあ、教えたりすることもできますし、まあ、AI って言うと専門分野なんで、そこをですね、分かりやすく教えるということももちろんやりますしとで、いつでもどこでもという形で学習できるような環境っていうのをご提供しているというふうになります。あとは合格カリキュラムですね、に関してということで、まあ、基本的にはこの全5回のですね、で1時間かける5 のコースで、これで、まあ全、全編モーラーされますので、基本、こう、公式テキストってあるんで、この公式テキストに乗っかる形でですね、あのやります。で、試験も実際公式テキストからもう、出題されますんで、公式テキストをしっかりやってれば、大体解けるんですね。そこをちゃんとこの5時間の内容で、ここが出やすいとかっていうのはそのテキスト全部や,やろうとすると、結構、それでも時間かかっちゃったりするんで、まあ、割と絞り込む形で、ここが出やすいですをお伝えさせてもらて、 でまあ、そこをやっていけばですね受かりやすくなる勉強もしやすくなると思いますので強弱つけてですね是非やってみていただきたいなというふうに思います。はいそれでは最後にということで、まあ、この生成 AI パスポート試験ですね、えーまあ、すごくですねやりやすいで数学的な事前知識とかも不要で入りやすいですでその入りやすい上に時代が求めている、まあ、分野 を学習できるっていう全員がやってほしいぐらいのあの全員がやるべき資格試験と言ってもいいぐらいもう本当に求められているような分野ですのでまあぜひですねこの私としてはまあぜ後押ししたいなというふうには思っておりますそれでは以上になりますじゃあどうもありがとうございました。